皆さんこんにちは、やすさんです。今日は久しぶりに方文光三さんの個展会場へ来させていただきましたので、今から行ってまいりたいと思います。今日のテーマは LGBT について、はい、はい、無理やり私が LGBT の話がしたいということでね、はい、はい、やっさんは LGBT をご存知ですか？最近ね、話題になっていますね、はい、知ってますか？はい、知ってます。社長は知ってますか？もちろんです。 L は何でしょうか？ルビア。はい、正解です、はい、B は？わかりません。LG だか G だすぎる。 G は分からない。知ってるみたい。そう、分かるよ。なんとなく知ってるんだよね、雰囲気を。 G はですね、ゲイの頭文字なんです。で B がバイセクシャル、どっちも大丈夫みたいな。恋愛対象も、恋愛対象が男性でも女性でも、そして性的対象も男性でも女性でもが B のバイセクシャルです、はい、そして T がトランスジェンダーとして、性別を越境した人のこと、生まれた性別は私みたいな男性だったのに女性に変えましたよとか、変わりたいとか、はい、あと Q もありまして、はい、未成年の人とかで、ね、どちらかがわからないという人がいるんですよ、自分が性別が何なんだろう、どっちかわからないという人がその Q なんですね、クエスチョニングって言うんですけれども、クエスチョニング。そうなんです。その LGBT という言葉が生まれて、じゃあ自分は曖昧なんだけれどもっていうことで悩んでる人がいるんですよ。そういう方のために、曖昧でもいいじゃないって、曖昧な自分を愛そうよということで、LGBT の中に Q っていうのが加わったんですけれども、これ全部アメリカから入ってきた言葉なんですね。だからその言葉に縛られてるっていう人もいる反面、言葉に救われてるっていう人もいるので、だから一概にはそんな言葉なくてもいいんじゃないですかとか、あった方がいいんじゃないですかとか、いろんな議論されてるんですけれども、それはその人それぞれということで、もう最近本当にいろいろな言葉が出てきてて、あと無性愛とか非性愛とかあるんですよ。恋愛というのは誰も愛せない、恋愛対象も、恋愛対象もないんですよ、無性愛の人って。恋愛対象もなければ、その性欲もないんですよ。あ、そうなんですか、はい、であと非性愛といって、恋愛感情はあるんだけども性欲がないとか。そんな人いるんですか？います。だから世の中って、あの男性となく何も不自由なく生きてこられたので、はい、考えたことないと思うんですけれども、 100% 男性ではないかもしれないんですよ、はい、女性の部分が一滴もないですかって言ったら、どうかなと思うことないですか？考えたことないです。やすさんは 100% 男ですかって言われたら、はい、別に自分の性別に対して違和感もなければ、はい、男性に生まれて女性が、恋愛対象が女性っていうことで、自分が何もその違和感がないので、はい、その普通に今まで何の不自由なく生きてきたと思うんですけれども、でもそこだけではなくて、その自分は性格的なものとか、その性思考のところでもしかしたら何かがあって、それに気づかずに生きてるだけかもしれないですね。そうですね、深くね考えないですよね、でももう人口の 7.6% って言われてるので、左利きと同じぐらいいるんですよ。だからこれがもうマイノリティかどうかっていうことも、それ積極的に言ってる人は 7.6% ですよね。そうです、だから潜在的な人もいるのはもっとですね。もっとですよね、はい、だからこう、なんていうの、いろんな動画でこれを話したいので、やすさん TV でも、何ですか、トイロチャンネル、トイロチャンネルでも、はい、言いたいなと。ありがとうございます。ご覧の方に。そうですね、はい、知って、まずね、その知ってもらうことかな、なんか差別しようと思って差別してる人ももちろんいるだろうけれども、知らずに傷つけてるっていう場もあるんですよ。そうですね。なので知ってもらうことから始めたらいいんじゃないかなと思うので、いろんなところで。そうですね、はい、なんか今日私両手に花、これ花ではありません。花ではありません。こういう場合なんていうの、両手に何これって言うんでしょうかね。ね、わかんないわ。はい、わかりません。
という感じで、なんかこう LGBT のとこう重く捉えられるかもしれないんですけれども、もっと軽い感じ、軽いって言ったら失礼なのかな、気軽な感じで、もっとなんかその辺にいるんだよっていう感じで思っていただけたらいいなと思います。でもね、当社もあれトイロチャンネルのトイロって、はい、住人トイロのトイロなんです。はいはい、だからトイロ。そうですよ、ほう、 うちの、各事業所さんあるんですけど、屋号が全部住人とで統一してるんですよ。でいろんな職種があるし。そうです、そうです。で、もともとは人って、まあ、名前はその通りで、10人いらっしゃれば10人それぞれ個性も違う、性別も違うし、考えてることも好きなことも違う、うん、でそれを全て受け止めて、こちら側の都合で一個のものを押し付けるんではなくて、一人一人っていうのが発想であるんです。で、介護の世界でも最近ね、ソーシャルインクルージョンっていうことで言われるんですけど、例えばその年齢による差とか境目とか性別とかってことなくして、いろんな方が一つのコミュニティで共に暮らしていくってことを大事にしようっていうのがすごく広まってきてましてね、すごくだから僕は共感もするというのは大事なことだなと思って。あ、じゃあもし、はい、こう会社に就職するしてこういう人が来ても大丈夫ですか？全然問題ないです。じゃあこれを見てる LGBT の方、はい、いや本当に本当にもう不景気だからね、不景気だからね違う面で、はい、違う面で仕事関係はこれぐらいしかありませんけど、はい、でも本当に大事ですよね。大事ですね。10人いればみんな違う、うんうん、みんな違うけど同じ命。そうですね、それがもっと広まればいいですよね。そうですね。なんか全然こういう真面目な、ね、そうですね、あ、真面目すぎました思わず、はい、素敵です。素敵な会社で働いてらっしゃるんですね。はい、そうです。ね、素晴らしいわ。素敵な社長です。素敵な社長。これを本心。本心だ。本心です。仕事は真面目にやってる。仕事は真面目ですよ、ね。ね、今何かやってます、ね。何かやってましたね。でもどうかなりましたね。ね、本当に人生いろいろあるけど、あの LGBT なんですけど、はい、さっきあの兵庫県下では宝塚市と、はい、さっき尼崎でね、はい、パートナーシップ、そうです、はい、へー、そうですね。なんかそのゲイの人とか同性の人がそういうことを求めると、中にはなんでそういう特権を求めるんですかっていうふうに言われるじゃないですか。でも普通の男女の人って普通に結婚するじゃないですか。だから何も特権を求めてるんじゃなくて、普通の暮らしを求めてるだけで、私たちが何かを言うと特権みたいな感じで言われますよ ね。もっとなんかそういう LGBT って言葉もないぐらい、そう、性同一性障害って言葉もないくらい、だから私たちが普通に個性として認められるような社会になったらいいのになと思います。そういう意味では進んではきてるんですよね。まだまだですけどね、はい、なんか遠くのことと思うんですよ、皆さん。なんかテレビの世界のこととか YouTube の世界のこととか思うんですよ。もしかしたら近くにいるかもしれないと思って発言してほしいなと思います。まあ、あの LGBT のお話させていただきましたけども、実は YouTube の方でも YouTube スペース東京、こちらの方で加瀬さん、私コラボしたんですよね、はい、コラボされておられました。かせちゃん有名な、ね、YouTuber の方が LGBT についての講演をされるということで、まあこうね、認知しつつあるんだから。かせちゃんすごい精力的に全国でイベントしたりとかしてるので、かせちゃんのチャンネルも貼ってください説明は、これ貼らせていただきますね。はい、ということで今日は私がはいということで、今締めに入りました強引に、なんか充電がないみたいなそうです、はい、こちらの事情でしたねすごいね、あの大事なことですね、はい、いつかでもあのこうやってね、まず知ることが大事なの で、ね、僕らがちゃんとこの文字を、この言葉を知って、はい、理解をして、でもいつかはね、こんなことを言わなくても、ね、当たり前になりたいですね。はい、ね、いつまでもね、あの先行するだから声高に喋るとか言ったりだけじゃなくて、そうですね、当たり前になれば僕らの住人トイレっていう言葉も、はい、なんかね、高齢化っていう言葉も、うん、LGBT も全部なんか普段使わなく、はい、いつの間にか使わなかったなっていう風になったら、はい、とても素敵な社会になるような気がします。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。締めちゃいました。はい、はい、社長が締めちゃいました。そんな感じで大丈夫でしょうか、はい、というわけで、はい、本日の対談はこれで終了したいと思います。最後までご覧いただいてありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録もお願いします